座骨神経ストレッチは科学だ、金子たらしでございます。今日は座骨神経痛についてお話ししたいんでげす。ずっと座ってるとお尻痛くなんない？僕この頃ね、自粛生活やっぱずっと長かったので、ずっと座ってたりとかして、家のソファーが合わないのか、お尻が痛いの。大きいお尻が痛い。なんでお尻が痛いのかなと思ったの。そしたらこの座骨神経じゃねえかなと思って、なんかずっと座ってるとお尻痛くなるでしょ。だってね、これずっと圧迫してるね。これお尻この向きね、ここのお尻の下に、はい、座骨神経っつって人体で一番太い神経あるんだな。知ってるかい。その神経を発見しに行こう。カモンカモン。あったー、これだ。いっぱいあって何が何だか分かんないですよね。今から色塗るからね。これだ。出てて発見。この青いの座骨神経です。他の神経の繊維に比べてもう何倍もあるような太さだね。これが小指と同じぐらいの太さだというふうに言われています。だからお尻とか、もしくはですね、このお尻の神経っていうのは、ここからお尻からずっとももの裏を通って、膝の裏を通って、すねの前を通って足の裏まで行くんですね。これが座骨神経なんですけど、これが座りすぎていることで外からの圧迫、外圧の影響を受けて痛みが出るんですよ。これが座骨神経痛という痛み。なんかお尻あたりがムズムズするっていう人、そのムズムズしている左側だったら、左側のお尻の先のこの膝裏ギュッギュッと触ってみて、ボコボコって神経が多分圧迫されてる感じの痛みがあると思うんです。それ座骨神経、ややこしいんだよ。座骨神経です。なのでその座骨神経痛っていうのはなかなかほっといても治らない。そして今回みたいに座りすぎで座骨神経が、ね、圧迫されている場合は、なかなかこれストレッチしても治らないケースがあるので、皆さんにはこの座骨神経痛なっている方には消える方法を今日は教えます。あっという間だぜ。なんと1分ぐらいで取っちゃうんだから、1分、1ミリ。さあ行きましょう。それではこちら側のストレッチを教えます。私と同じことをやってください。いいですか。私と同じことをやってください。この足をこうして、手をこうして、同じことやってください。せーの嘘ですよ、何でしょうか。さあ行きましょう。座骨神経というのは、ここにお尻を通って膝裏を通って前に行ってるので、この神経だけを伸ばす神経系のストレッチを今からします。神経系だからすげえ筋肉系のストレッチ、伸びてるって感じがするけど、今からやるのは神経束、神経繊維だけ伸ばすから、あんまり伸びてる感じがしないかもしれない。でも効果があるからやってみて。下に来たよ。膝を痛い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 。ちょっと外に開いてるから膝上げやすいと思うんです。この状態で膝を押さえる、足の裏を押さえる、この2つ、この2つで押さえて5秒間。1、2、3、4、5。呼吸を止めて、あんまり伸びてねえなっていう方いらっしゃると思うんですけど、それでも構いません。分かって、1、2、3、4、5。あー、 OK です。足を変えたよ。じゃあ行きましょう。今度はこっちの足、膝を曲げて45度傾けて足首曲げます。こうね、ここだけ膝を持ちます。足の裏を持ちます。ここでここを上に、これはこっちに、この状態で5秒間。1、2、3、4、5。筋肉を伸ばさなくていいからね、ギュッと伸ばした感じがなくても大丈夫です。とにかくここの位置に5秒間いてください。1、2、3、4、5。一回緩めて、分かるかな。これ膝曲げるじゃん、45度開くじゃん。これ0で45、膝持つ、足持つ、膝と足を同時にこっちに1、2、3、4、5。力入れます、という感じ。要はももの後ろについている座骨神経、こちらね、
この神経がしっかり伸びてくれば、皆さんの座りすぎてお尻が痛いわとか膝の後ろが痛いわとか、そういった痛みが消えてきますので、それをぜひやってみてください。今回からちょっと皆さんにこれ裏技だからね、これは神経系、神経だけを伸ばすっていう裏技、これ私最近考えたの、やってみて。ギューって筋肉を伸ばした感じがないんだけども、効果は高いからやってみてね。ストレッチは科学、チャンネル登録してちょうだい。もしちょっとよくわかんないっていう人は 3S に来てみてね。それじゃ。